皆さんこんにちは、おまりです。おまりんこチャンネル29かな、ないかな、はい、スタートします。今私は潮見岳西方の、てっぺんにいます。カチカチおにぎりを食べようとしています。見てください、この絶景すごいよ。カチンコチンにあちこち凍ってるけれど風がないので、今お日さんの日差しを浴びてとても快適におります。ではおまりんこチャンネル始まります。ご覧ください、どうぞ。はい、では今日は鳥倉登山口より潮見岳の方に向かってスタートします。今の時間は午前0時37分8分ぐらいかな。はい、では頑張っていきます。はい、しばらく林道来まして、いよいよ本当の登山口まで来ましたよ。チャート、赤色チャート、今日もじゃあ鉄分を含んだ赤色チャートが見られるのね。ここ、ヒア、でと、今日30キロぐらい行くんかなっていう話です。頑張ります。はい、約3時間、4キロで山腹峠まで。では本日のメンバーです。はい、いつものレッド師匠お願いします。そしてとぐっちゃんです。お願いします。ゴジラの背以来です ね。はい、今日は10月29日ハロウィン近いところで、こんな面白頭の二人と進んでいきます。矢が刺さってます。これは何かが刺さってます。ハイレンですね、ハイプレンズです。はい、あ、ちょっと大変、雨が降ってきました。どうする？行こう。いきなり雨が降ってきました。そして急登です。3時間こんなんかな。はい、登山口から山腹峠小屋まで10分の2まで1時間ちょっと、そうか、4キロぐらい来てますよ。さっきの頭に矢が刺さって痛いんですよ。真っ白けライトでね、何も見えてない。工具が刺さったとぐっちゃんも元気です。今スタートして1時間40分ばかりで、5.5 キロぐらいで雪が出てきました。今の時間は午前3時23分です。あと200歩、こんな雪道を進んでいます。山腹峠です。ここに山腹峠小屋ありますね。閉まってます。峠、9月30日にて終了って書いてある。ああ、そうなんだ。はい、失礼いたします。あ、ごめんなさい。すごい、1番ザクザク。こんなとこ歩いております。シーズン初雪やな。水場ってなってる。撤去しましたって書いてるわ。
こっちから来ました。そしてここがピーク三福山です。2615メートル。ちょっと雪がねあります。森林限界迎えています。ガスガスですね。まだ見えない何にも。だけどあら、お月さんも隠れちゃった。まんまるお月様出てたんだけどね。はい、寒っ。今ね3時48分です。どんどん行きます。はい、本谷山に到着です。風ない。お月さんがあそこにあります。この時間5時54分です。潮見岳掃除法ポコポコっと2つ見えてます。とぐっちゃん調子どうですか？絶好調。絶好調。さすがです。いやー、見て、6時前こんなに。あー、お月さんも向こうにはちょっとちらっと見えてますね。あー、いい朝を迎えました。頑張ろう。イエーイ。あー、素晴らしい景色です。お月さんと雲海。おー、綺麗だね。これ朝6時過ぎの景色ですよ。とぐっちゃん絶好調。とぐっちがあそこで手を振ってます。はい、はい、小屋見えますね。三福峠の小屋ですって。で、2つ目のここで月見て、月夜の影映したところです。はい、もうちょっと高いとこから眺めております。この雲海すごいね、すごいね。すごい見えてた。この真ん中にドーンと見事なのが藍の岳で、その左向こうが北岳、そして藍の岳の右側が納取岳。おお、すごい、すごいとこ来てますよ。グラデュエーション綺麗で、あまりに寒くて、見てこれ凍ってます。あー、とぐちゃん、やーやー、絶好調。はい、絶好調。潮見岳より近くに見えるとこまでやってきました。あー、すごい絶景。お月さんもう沈んじゃったよ。こんなに黙々の雲海、あの南アルプスの稜線の向こうの雲も含めてすごい見事です。はい、真っ白に、ね、なった北アルプスもね見えてます。はい、北アルプスからずっと御嶽山、そして、こちらの方ね、中央アルプス、ずっと綺麗に見えてますね。雲海も非常に綺麗く安定しております。おまわりさんどうですか？しんどい、頑張ってください。すごい綺麗よ。はい、潮見岳直下のね、霧氷もすごく綺麗です。はい、いよいよ山頂です。青いのね、とぐっちゃん映ってます。頑張って。このゴツゴツしたとこずっと来てるんですよ。いやー、すごいわ、ほんま。しんどい、お腹な。
な中手ごわいです。すごいね、こんなとこ通らな山頂に着かないなんて。あと少し、もう3000近くまで来てます。小屋が見えてますね、潮見小屋です。ここ上がってきました。はい、師匠そっち行くのね。はい、鎖がいっぱいあります。はい、マリさん頑張って、鎖場をね、クリアしようとしております。はい、マリさんどうですか。どういう、頑張ってくださいね。はい、おまわりさん頑張ってください。危ない危ない、慎重に行きましょう。すごい絶景と雲海ですね。今潮見岳の西方から東方の方を見ております。見てくださいこれ、ね、コウモリ岳もね、ちょっと見えてます。これがコウモリ尾根ですね。これから行きます。ノウトリ岳にアイノ岳、そしてカイコマに戦場岳。はい、本当ね、綺麗に見えてますね。雲海も綺麗です。潮見岳の東方にやってきました。掃除法西方からポコッポコッとなってるとこです。はい、来ましたよ。3052m。 そして見て、あのちょんがってるところがコウモリ岳です。今日の最終の目的地、あそこで折り返してまた戻ってくる、すぐそこやね。なんでビッグマウス。はい、おまりさん頑張ってます。調子どうですか。楽しい、よかった、気持ちいい、天気よかったね。元気出てきた。はい、コウモリだけすぐそこやんと思ったら、なんとトグちゃんここからふふふと回っていくの。これは遠いぞ。尾根が丸見え、尾根が丸見え、丸見え、これは遠いよ。何時に着くのかな。はい、頑張ります。ふぅ、ほんとだ、だいぶ先にいる。千潮尾根です。はぁ、はぁ、トランスジャパンの選手たちがあっちからやってきて、あっちからやってきて、あっちへやっていくっていう。めっちゃ適当。でも私たちはこっち行けます。目指せコウモリ。はい、あれが潮見岳でしょ。ずっとこうね、回り込んでやってきましたよ。はい、そしてそしてこうぐるっと左カーブであれです。待っててね。あ、どんどんガスっちゃいました。見えなくなった。だけどこっちはまだすっきり晴れております。何度も何度も諦めかけて到着しました。コウモリだけです。明後日、明後日ハロウィンに合わせて師匠選んでくれたのかな。そうよ。すごいコウモリです。コウモリ岳に来ました。ここね、潮見岳からすぐそこって思ったのにめちゃくちゃ遠かったの。やっとここで折り返せます。ありがとうございます。コウモリをね、9時
35分にコウモリ岳出発して約1時間ぐらいでここまで来ました。すごくあれですか、はい、今日はね、潮見岳だけがね、ずっとね、晴れてくれております。嬉しいですね。はい、この尾根をずっと今から帰っていきます。さあ、頑張りどころです。頑張っていきます。真ん中の向こうに三福峠の小屋がちらりと見えてました。今本谷山に向かって登りたいのに下ってるから、まだもうちょっと先なんかな。遠いよ。早く、まだか。帰ってきました。ここから80分で三福峠だって。どんだけ短く時間で行けるかな。今1時25分です。まもなく三福峠っていうところから撮ってます。正面に見えてるのが、本谷山、そしてこのガスガスが潮見、そしてこれがコウモリ岳だって。こんな切って帰っていったんやね。こう来てほら、もうそこに三福峠の小屋が見えてます。ここから下るだけ、頑張れ。はい、ここまでおよそ80分っていうところ43分できました。今の時間は28分です。あと降りるだけ、三福峠まで来ましたよ。ありがとうございました。すーやけど、ありがとうございました。コウモリ岳、いやいや、行ってくれてありがとうございます。コウモリ岳連れてっていただきましてありがとうございました。もう一生の思い出です。おまりんこチャンネル29ご覧いただきましてありがとうございました。天理ラーメン食べながら、はい、今日の一日を締めくくりたいと思います。今日の私の歩いた距離はスントでは37キロ超えてましたけれど、ヤマップでは32キロちょっと、累積標高はなんと3020メートルぐらいになりました。北釜尾根よりもゴジラの背よりもいっぱい登ったっていうことになります。めちゃくちゃしんどかったけれど、もう二度と行くことあるのかないのか、すんごいコウモリ岳すごかったです。ぜひ皆さん潮見岳登られる際はぜひともコウモリ岳も行ってみてください。ハッピーハロウィーン、バイバーイ。